タモリ流 YouTube よっしゃ行こう。というわけで今回はですね、2021年11月2日から回っていたツアー開放区の荷物を紹介していこうと思います。自分の、記録にもなるかなと思っておりますので、ちょっと紹介していきたいなと思います。バッグはこのノースペースの、もう何年ぐらい使ってるかな、相当な年数使ってる、バッグを使ってます。開けていきたいと思います。はい、じゃあ物を出していきたいと思います。もうね、ツアーの日のまんま、ツアーの日のまんま今日は紹介できると思いますんで見ていってください。はい、はい、これで今全部出揃いました。まあ本当これがもう今回のツアー中は今回もこれでいきました。まあこれにギターちょってっていう感じになります。はい、まず最初にまあもう当然ですけど物販を入れる箱ですね。今回のロスト&ハウンドのアルバムが入ってます。たり、サコッシュと、まあ、手ぬぐいとか、まあ、グッズが入ってます。それで、今回は DI をギターケースじゃなくてこの物販の箱に入れてましたね。はい、でこれがまあメインになりますね。これは物販の箱で、次これが服。これ高校時代のバスケット部で知ったんですけど、バスケットボール部に入っていた時に、みんなが使ってたんで知ったんですけど、この圧縮袋、ライブ圧縮されるんで、中は、パンツ、靴下、銭湯でのズボン、半ズボン、短パンと、濡れたものを入れる袋、あと洗い物とか洗濯物を入れる袋が入ってます。パンツとか靴下は2セットずつ、あとタンクトップが好きなんですけど、タンクトップ2セットで今着ているものがあるんで、まあ、大体3セットで回す感じです。であとはステージ衣装というか、まあ、T シャツですよね。ステージで、まあ、真っさらなものを着たいので、T シャツが2枚入っている感じです。意外に入ってるんだけど、まあ、かなり小さくなる、コンパクトになる感じかなと思うんで、これもめっちゃおすすめですね。で次この袋がいろいろ充電関係ですね。充電関係のものが入ってる袋になります。で次に一番取り出しやすいこのジャックのところに入れてるんですけど、これがまあ銭湯とか寝る前とかライブ終わって、使う歯ブラシ、ライブ前もね歯磨きするんで、あとひげ剃り、あとこれ系はねもうめちゃくちゃ役立つんですけど、トローチとか喉に関するものとか、絆創膏とか、あとはウェットティッシュとね、あとマスクの替えなんかも入ってます。夜寝るようにこれは今喉ヌールの濡れマスク寝るときに使ったり、バスの中だとこれ深夜バスが多いんでこういうのを使ってます。であと食べ物屋さんとかで、ウェットティッシュもらうと入れとくっていう感じですかね。まあ、ウェットティッシュはもう使いどころめちゃくちゃあるんで、入れていく感じですね。これがでこれ知ってる人は知ってるんですけど、いろんな一言ずつ一日一日をもう日記みたいにメモしたりスケジュール書き込んでいる、まあ、ノートですね。であとこれフライヤーとかを入れてるケースです。でそこにも物販が入ってますね、入れてっていう感じですね。あとタオルがあって、でこれもめっちゃ便利。1個、まあ、ジップロックでも何でもいいし、こういう袋でもいいんですけど、用意して、領収書とかレシートをガンガン入れて、であと、それこそ、洗い物とかも、なんていうの、濡れたものとか、汗かいたものとかを入れとく用の余りの袋、まあ、何に使ってもいい袋を用意してます。はい。これかな？こんな感じで回ってました。あとはね、ギターケースの方に、弦を変える道具だったり、シールドだったり、ハーモニカだったりが入ってるんですけど、まあ、これで回ってました。こんな感じです。なんか、いろんな人のツアー回る時の道具って、俺、すごい気になってたんで、どんな感じかなと思ってたんですけど、まあ、僕、シンプルな方だと思いますね。あんまりこう、持ってかない。でも、みんなもこんなもんか。そう、はい。こんな中で、この、まあ、ツアー中のパッキングというか、ツアーを回る中で、めっちゃおすすめ、役に立った、今回役に立ったベスト3を発表していきたいと思います。
ではめちゃくちゃあって今回のツアーめちゃくちゃ助かったランキング第3位。第3位はこっち。ドン。短パン。銭湯にまあ僕リハ前いることが多くてサウナとも行ったりするけどスーパー銭湯ですよね。朝バスで着いて銭湯に行ってまあリハまでの準備をしたりとか、まあ影響養うっていう感じなんですけど、その中でまあなんていうの履いてったズボンとかだとちょっとなんていうのかなリラックスできないなっていうのがあって、最近はもう銭湯用まあ寝巻きみたいなもんですかね、銭湯用の、お風呂まあ着いたらすぐ入るじゃないですか。で荷物も預けてギターも預けてでまあちょっとほら休憩するようなスペースに行くと思うんですけど、その時に、履くズボンっていうの持ってっててやっぱめちゃくちゃ快適でした。冬だったけど、まあ、短パンで十分中はすごいあったかくしてくれてるし、まあ、1枚もう薄手のもうほんとすっげえ小さくなるようなもんでいいんで持ってっとくとめちゃくちゃ便利でした。ほんとねありがたかったなっていうか自分でまあ、こういうの持ってってよかったなと思う瞬間が多々ありました。はい、続いて第2位。こちらですね、この先ほど紹介した充電とかのものなんですけど、モバイルバッテリーなんですけど、これがめちゃくちゃ役立ちました。これネットで調べて今回のツアー前にスマートコビープロってやつなんですけど、これ押すとまず、まあ、充電可能なんですけど何パーセントあるかっていうのが見てるかな出てるんですよ。今だと 61% ね、61% 残ってますよっていうのがあって、これも充電して何度も使えるんですけど、なんて言うんだろうな、やっぱツアーとか行っててこう動画とかも撮ってたりライブ中も回してたりするとすぐ電源切れちゃったりして、宿とか満喫行ければいいけどなんて言うのかな、充電がないとか、あとはイヤホンも充電がないとかっていう時に、まあ、こいつ1台あれば相当困った状態の中でもすごい役立ちました。なのでこれは本当買ってよかったですね。なんかクラウドファンディングかなんかで出資を募って作っても即売れしちゃうっていうか、出すたびに即売れしてるんですね、アマゾンとかでも。で俺ずっと欲しくて目をつけてて、このツアーのタイミングでちょうどよく売ってたんでネットで注文して買いました。このモバイルバッテリー第2位ですね。今回本当役立ちました。なんか移動することが多いんですよ、歩いて街着いたら。でやっぱり音楽聴いたり今日の自分のセットリスト並べたりして聴くんですよ。だからイヤホンの充電が結構切れることが多くて、それをまあなかったらないでね、その街並みを楽しみながら見るんですけど、まあそういうのもすぐに思い立ったら充電しておけるっていうことで良かったかなと思ってます。この中にもう全ての、例えば MacBook 用の電源ケーブルとか、Type-C っていうの USB からの Type-C とかライトニングとか全部用意してやって、それを使ってます。はい、でそいつらを全部まとめてくれたり緊急事態に使えるのがこいつだったっていうことですね。はい、これが第2位です。本当にお世話になりました、ありがとうございます。これからもまあ持っていくものって感じですよね。はい、で栄えある第1位でねん、手前味噌なんですけど、第1位はこの手ぬぐい、タモリ流手ぬぐい。もうねマジでめちゃくちゃ活用されました。まあ、もちろんステージ上で汗かくのもそうなんですけど、とにかくさ、ほら水洗いとかして、こうなんていうの、カバンの中にいっぱい入ってたらこう干しておけばもうすぐ乾いちゃうし、もうちょっとした時銭湯ではもちろんこいつ1枚でいけるし、2枚持ってるんですけど1枚はもう完全にステージ用にしてるから、ステージで汗をかいたりしたら拭くのもそうだけど、ギターとかも手汗とかも拭けるし、もうなんかとにかくこいつがあれば万能っていう感じはすごいありました。特になんかツアー行ってこう銭湯行くとか、移動が多いとかっていう時にまあこいつさえ持っとけばもうとにかくポケットの中忍ばせとく、カバンの一番上に置いてるんですけど、ことあるごとに使ってたかなと思います。手ぬぐいを売ってるアーティストなかなかいないじゃないですか。手ぬぐいおすすめです。はい、買ってくださいね。今手ぬぐい買うと音源もついてくるみたいな形になってるんで、クスになってると加藤演歌がついてきますという曲がついてきますんで、よかったら購入していただければなと思います。また、ツアーに行く際はよろしくお願いします。みんな使ってくださいね、買ってくれた人。はい、という感じですかね。あとは番外編
番外編紹介したいと思います。番外編はもちろんこの物販たちですよね。中でもこのスタンドハンド、今回の海北では非常に僕を助けてくれました。いろんなところでね、まあ銭湯に行くためにもそうだし、移動もそうだけど、まあ、いろんなお金を捻出するにはね、ギャランティーもそうですけど、やっぱ物販が売れないといけないということで、スタンドハンド非常に助けられたというか、まあこれを売って、過ごしてました。でね、物販の中でちょっとなかなかねサコッシュが振るわないんですよね。なんで次のツアーもなんかちょっと考えます。サコッシュに考え、いろいろアンケート取ってねサコッシュは作ったんですけど、はい、またねグッズ作るのはなんかアンケート取ってもいいのかなと思いますね。はい、そうですね、こんな感じかな、ツアーのアイテムとしては。じゃあ最後ちょっとパッキングをしながら、お別れしていきたいなと思います。どんな風に詰めてるかっていうところですよね。これね、こう折りたたむじゃないですか、後ろから。で、閉めて、ぐっとこう、持っちゃうみたいな感じですね。で、詰めて、広げてあげるよみたいな感じ。ちょっと甘いですけどね、今。じゃあ入れていきたいと思います。まず物販ですね、入れるときはパッキング、もっと本当はもうパンパンに入れてますね。結構この売れる分だけとか何日間だからとかっていう人もいるけどね、買いたいって思ったときに買えないのが一番嫌なんで、めちゃくちゃ詰めていきます、ここは。はい、でこれ入れたらこんな感じになって、次にこのフライヤーを入れたケース、まあ、物販も書いてますけど、フライヤーを入れたケースを、ちなみにフライヤーはもちろん皆さんそうと思いますけど USB に入れてその日配る分を吸っていくっていう感じですね。はい、 USB にデータを入れてます。はい、でパッキング甘かったんで踏み直して、そしたらこう入れて、あ、やばい、ね、これ大事、スケジュールと、まあ、日記帳を兼ねたもの入れたら、このこいつらいいじゃないですか。あとこれもめっちゃ便利なんで、みんなやってんのかな、領収書というかレシートとかも入れる袋作っちゃうっていう、もう雑に全部ポッケに入れちゃうじゃないですか。それを全部この中に入れて、で売り上げはノートに書いて何枚売れましたっていうのを忘れないようにしておくということですかね。でこれはこの上の空いた部分に入れちゃいます。はい、でこれはねこうたまたま入ってましたけど、はい、安心安定の木下工務店、これね、あの大阪で対バンした木下のてっちゃんにもらったタオルです。次のツアーでは大活躍するんじゃないですかね。はい、でもうどんな時もこれ最後でいいか。はい、これは歯ブラシとひげ剃りはここ入れてますね。で手ぬぐいを最後にコポンと入れて、で締めるとはこんな感じになるんですね。で移動する時はこれを僕は肩からかけて、これにギターショーっていう感じで移動してます。はい、なんかね両手は絶対に開けたいんです。ガラガラないんですかとか言われるんですけど、なんでまあこのスタイルですね、こんな感じ。そうするとここにね何か置けたりしていいんですよ。はい、そんな感じで、今日は、ツアーの荷物を、リュックの中身か、ツアーのリュックの中身を紹介させていただきました。もしも、これ見てるミュージシャンの人がいたら、なんか自分のツアー持っていく道具とか、そういうのを、まあ、パッキングどうやってやってるとか紹介してくれたら僕も見に行きますんで、見たいなと思ってますんで、そういうの増えたらいいなと思います。またその次のツアーに行った時には新しいこの発見とかがあってまた変わってるんだと思います。実際変えようと思ってる部分もあるんで、それはまたお楽しみにっていう感じですかね。はい、では今日の動画は以上になりますんで、
2022年もまたよろしくお願いします。まだチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また定期的にというかね、毎週ちゃんと動画を上げていきたいなと思っておりますんで、チャンネル登録して動画を楽しみにしていただけたらなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。タモリ流 YouTube でした。よっしゃ行こう。